大安楽寺内の天馬長老屋敷処刑場跡。天馬長老屋敷は、かつて江戸に存在した囚人などを収容した施設で、ある。現在は、その一部が、東京都中央区立住を思え公園になっている。江戸時代の刑法には、現在の懲役や禁錮に類する処罰が原則として、存在せず、天馬長老屋敷は、現代における刑務所というより、 未決集を習慣し死刑集を処断する、工地書に近い性質を持った施設である。所在地は、日本橋小伝馬町三丁目から五丁目一帯に、設置され、2618坪の広さがあった。時は橋外に、老屋式にあたる施設が設けられたのは、天正年間。それが、慶長年間に小伝馬町に移ってきたようである。高野長英や吉田松陰らも収容されていた。 明治8年に市ヶ谷監獄が設置されるまで使用された。周辺は練りべで囲まれ、堀が巡らされており、南西部に表門、北東部に不条門が設けられていた。天馬長老屋敷跡である銃を萌え公園内の時の鐘。日本橋国庁に設置されていた、この鐘が鳴るとともに処刑が執行された。天馬長老屋敷の石垣。 十重桃エスクエアにて2020年10月撮影。牢屋式の責任者である修国は大番主の石出建脇であり、代々世襲であった。その配下として40人から80人程度の牢屋、役人、獄長50人程度で管理をしていた。囚人を収容する牢獄は、東牢と西牢に分かれていた。身分によって収容される牢獄が異なり、大牢とに剣牢は庶民。 揚げ屋は、おまみ以下の幕臣、大名の家臣、僧侶、医師、山伏が収容されていた。また独立の牢獄として用座敷が、天那三年に設けられ、おまみ以上の幕臣、身分の高い僧侶、官主等が収容された。身分の高いものを収容していたため、他の牢より設備は良かったようである。大牢と二軒牢には、庶民が一括して収容されていたが、 犯罪傾向が進んでいることが多かった無宿者が、夕夜土者に悪影響を与えるのを避けるため、法暦5年に、東老には夕夜土者を、西老には無宿者を収容するようになった。また、安永5年には、独立して、百姓楼が設けられた。助手は、身分の区別なく西の揚げ屋に収容された。収容者の総数は、大体300から400人程度だったようである。 牢内は囚人による完全自治性が敷かれており、牢屋役人ですら権限の及ばない世界であった。また、幕府が指名した牢な主を頂点とする厳然たる身分制度が敷かれており、平囚人には牢内で体を伸ばす権利すら与えられていなかった。食事は1日朝席の2度。玄米5号と汁物が支給された。漬物は牢内でこしらえていた。 牢内の人員が増え、生活するのに支障をきたすようになると、作作りと称する殺人が行われた。主に牢内の規律を乱す者、元をかっぴきや目あかし、いびきのうるさい者、牢外からの金品による差し入れの暗殺後は、病気で死にましたと届け出て、特に咎めが来ることはなかった。牢獄には窓がなかったため、風通しも悪く、日光も入ってこなかった。 栄養状態も悪く、トイレも牢内にあったため、内部の環境は非常に劣悪であった。医師はいたが、いい加減。ありがとうございます。